旧英和女学院前教師館旧英和女学院前教師館は静岡県静岡市青井国市草深にある建造物。1950年、アメリカ合衆国の建築家、ウィリアム・メレル・ボーリズの設計により、静岡英和女学院にカナダから来た宣教師のために建築された和洋式木造を2階建て住宅である。ボーリズ建築としては、 珍しい第二次世界大戦後に建造された一つでもある。選挙士官として16年間使用された後、静岡英和短期大学の寮、静岡英和女学院校長宅としてもそれぞれ使用された。その後、建物がいたその存続が危ぶまれたが、2013年より、西草部下の洋館を守る会の支援の中、この会の趣旨に賛同した静岡英和女、 学院卒業生夫妻が暮らしながら保存をテーマに保存維持に当たっている。現在は予約制のフランス料理レストランとして公開されている。店名は初代校長マーサ・ジャネット・カニングハム宣教師にちなんでミス・カニンハムと名付けられている。ただし、カニンハムは1916年に死去しており、こちらに住んでいた時期はない。2016年2月25日に 登録有形文化財となった。ありがとうございます。